はい、ではですね、最終日4月5日、水曜日の演目の話をしていきたいと思います。4月5日の演目は舞林なにわ狂言にわとり婿能歌劇よという演目でございます。舞林のなにわはやはりこれも能のジャンルで言いますと最初の神様を主題とした演目でございます。ただし主人公がですね、日本の神様ではなくて、中国の神様というところがちょっと、異色な部分がございますが、ワニと呼ばれている、まあ、人物なんですけれども、ワニという人物が、まあ、やはり神舞という颯爽とした舞を舞います。そして狂言がありまして能歌劇よでございます。で、まあ、初日2日目と、まあ、詐欺乱れという演目でございまして、まあ、お祝い終言性は非常に高く見どころもあるんですが、まあ、能の中ではそのちょっとこうなんていうんですかね、能の主流といいますかね、そういうところからは少し違う、やっぱりあのめでたい演目で、やっぱ能って基本的には悲劇、悲しい物語がやっぱ多いんですよね。まあそれは日本人の感性でしょうかね。勝ったものを描くのではなくて、負けた者の心、負けた者の生き様というものを残す、表現するみたいな。で、歌劇よっていうのはまさにもうそれですね。で、悪七病衛歌劇よという人物はですね、まあ源氏と平家の源平合戦の末にですね、まあ、当然あの負けまして捕らえられて、でその後敵方が勢い盛んに、まあ、支配し栄えていく時代を見るのが嫌で、歌劇よというこの人物は自らの意思で自らの目をくり抜き盲目となったと、まあ、そういった、まあ、なかなかな人物でございます。その人物が今では、日向国宮崎県ですね、そこに、おりますと。でそこに、この歌劇よという人物の娘が、父を訪ねて鎌倉から出てきました。まあ、そういったところから物語は始まっていくのですが、この歌劇用はかなり人気の演目で、あの浄瑠璃とかね、そういうのにもよく使われておりますけれども、この歌劇用のその自らの戦いを表した場面の一部の歌いをお聞きいただきたいと思います。三の教え方々よ、三の教え方々よ、
手取りにせんとて思ってゆく。まあ、こんな感じで、おそらくぐーってこう力強い緊迫した歌いがずっと続いていくみたいな、もうなんか見ている人はもう息するのも忘れちゃうみたいな、ずっとぐーって見てて、見てるうちに終わって、あいつ終わったんだろうみたいな感じで、それがいい見方ですよね。拍手するのも忘れるぐらいその世界に引き込まれて、いつの間にか舞台上から役者が消えて見ている自分が残りみたいな、で後に残ったこう過激よというものをね、こう自分の中で楽しんで帰るとね、いいですね。私もそうやって客席で見てみたいなと思うぐらい、この過激よという演目は本当によくできた作品ですので、こんなこと言うと3日間全部来なきゃってなるかもしれませんけれど、どうぞ3日間お越しいただいて大丈夫でございますので、お待ちしております。また夜桜のはですね、他の能公演とは違くて珍しいんですけれども、イヤホンガイドというものを導入しております。武蔵野大学の先生であります三浦先生に例年解説していただいておりますが、多くを何でもかんでも話すのではなく、まるで能のごとく必要な言葉をすっと合間合間に話すということで定評があるそうでございますので、ぜひイヤホンガイド、特に初めてご覧になる方は、イヤホンガイドの手助けがあると、よりその世界観、状況、情景というものが、まあ、現代の日本語によって補われますので、想像しやすい、見る鑑賞の手助けになるのかなというふうに。